強敵が揃い、フットボーラーとしてのプライドがぶつかり合うこのコンペティション。90分後の結末は誰にも予想ができません。熱き戦いの始まりです。この時間はスペイン対ベルギー、こちらの一戦をお楽しみいただきます。本日のゲームはイーフットボールスタジアムで行われます。今夜の現地ですが天候は晴れ、コンディション良好の中迎えるゲームです。今ファーストハーフが始まりました。スペイン対ベルギー、サイドを紹介です。左から右にスペイン、反対側右のエンドからがベルギーとなります。さて北澤さん、今日のこのゲーム注目すべき選手、メダル、いやいい反応でしたね。北澤さん、いい反応でしたよね。ファインセーブですよね。メッシ、この試合初めてのシュートを放ちました。積極的に足を入れてきます。入るか。さあカウンターのチャンスになります。ルイス・アルベルト、奪いに行きます。デイビスへ、デブライン、小足の切り替えも早いですよ。カラスコ、抜けてくる。チェックを受けますが動じません。デブライネ、シュート、いやこれはナイスセーブ。よく止めましたよね。いい反応でしたよね。デブライネ、チームのキャプテンです。セルジオ・オリベイラ、このボール奪いに行きます。カスターニ、今日は立ち上がり両チームとも小気味良いテンポで試合を進めている印象です。両チームともいい感じですよね。こう面白い試合になりそうな雰囲気ありますよね。おっとプレーオンです。カラスコ、カラスコ左サイドを上がっていきます。エースを狙った。さあつながるか、どうだ、シュート、セカンド拾えるか。もう一度来た、来た、先制、ベルギー。強豪スペインから先にゴールを奪ってみせました。ルカク、マークを外す動き、落ち着いたフィニッシュ、素晴らしいゴールでした。いやーボールのもらい方良かったですよね。パスの出てくるタイミングも完璧だったので、相手の守備も対応遅れてしまいますよね。パスからのシュートの流れが絶妙なゴールでしたね。さあベルギー先制、1対0です。先制点が奪えるとチームとしてもやっぱり余裕が出ますよね、はい、そこからまたいいプレーが生まれてくると思いますし、さらに追加点にもつなげていきたいですよね。そうですね。ヘルトンゲン、素早いアプローチです。奪います。ルイス・アルベルト、スペインとしてはここはまだリスクを犯す時間帯じゃないので、失点しないようにじっくり行くことが大事ですよね。仕掛けるか、抜けるか、ボールが迫る、どうだ、狙った、際どいボール。まあ少し距離はありましたけどもね、どんどん狙っていく姿勢が大事ですよね。このファーストハーフ最初のコーナーキックはスペイン、これはクリア。自分で行く、これはいいディフェンス。ここは大きく縦に入れます。アレクサンダー・アーノルド、ここは奪います。ルカクから左サイド、危険なプレーのようにも取れましたが笛はありません。来ましたよ、抜けてくる、テアト、デイビス、ルイス・アルベ、ミドル、ここからカウンター早いでしょ。
さあ左へ預けて、ルカクからカラスコ、自分で行く。タイミング合いませんでしたね。アレクサンダー・アーノルド、アレクサンダー・アーノルドから大きくサイドチェンジ。さあカウンタースピードを上げたいところ。うまいですね。さあ裏を狙っていきましたが、これは合いません。オリオル・ロメウ、このパスがつながります。ルイス・アルベルトへ、ルイス・アルベルト、簡単ですよ。さあ一人で持っていく、通るのかこのパス。さあルカク、シュート、これはわずかに右でした。いや、いいシュートだったんですけどもね、ちょっと枠を捉えきれなかったですよね。相手の速いカウンター、これをなんとかしのぎました。そうですね、今のカウンターを食らいましたけども、攻めてる時こそ相手はカウンターの準備をしてると思った方がいいですよね。まあ、そういう意味では嫌な時間帯や局面でボールを失わないことが大切ですよね。ここは繋がりません。ルイス・アルベルト、さあ左サイドへ、ルイス・アルベルトからビージャー、ビージャーに渡る、ビージャー、ここはディフェンスの対応。いけるか、うわー、まだある。アレクサンダー・アーノルドへ、いいボールだ。メッシ、さあ上げる、中央へ、シュート、クルトワ、押し込むか、ゴールキーパー、スペイン、ビージャー、ここで期待に応えました、待望の一発目。ビージャー、一度キーパーが触れたボールをゴールに押し込みました。今のはこぼれてくるのを狙ってましたかね。次のプレーを予測した見事なゴールですよね。どうリスタートと思いきや、ここで笛、見応えのある好ゲームです。さあ前半いかがでしたか。お互いシュートシーンが非常に多かった前半でしたね。もっとこう点が入ってもおかしくないようなゲーム展開でしたから、1点ずつ分け合ったという結果から言うと、両チームとも納得はしてない前半でしょうね。スペイン対ベルギー、前半を終え1対1、同点で後半へと折り返します。後半キックオフ。スペインとしては今足りないのはゴール前でいかに冷静さを保てるかということじゃないでしょうかね。なるほど、中心ファウルを取りました。いやー、かなりいい位置まで持ってかれましたからね、やむを得ない選択だったんでしょうね。レフリーの注意が入ります。さあいい位置です。このセットプレーがね、後半の流れを、おー、決めた、素晴らしいゴール。後半開始早々いきなりの1点。これは素晴らしいゴールでしたね、北澤さん。いや、入っちゃいましたね。コース、スピード、完璧ですね。さあベルギー1点をリードしてリスタート。ティーレマンス、デブライネ、これは合いません。
キンペンベ、オリオル・ロメウ、ビジャエ、ティーレマンス、ティーレマンスから左へ、スペースへ、デブライネ、さあルカク、ルカク来た、追加点ベルギー。さあさらに点差が開いています。素晴らしいボールコントロール、ボールがゴールに吸い込まれていきました。とっさの判断かと思うんですけどもね、空いているコースを見逃さずきっちり決める、いいシュートでしたね。ルカク今日2点目です。さあベルギー2点差にリードを広げてリスタートです。いやチームに勢いを感じますよね、はい、さっきのゴールで流れに乗ったんじゃないでしょうかね。ここはつながりません。です、スルーパス、ここからですね、空いてますからね、縦行きたいところですよね。ルイス・アルベルト、さあ左へ預けて、さあビジャー、いい形じゃないですか。前線にボールを送ります。ファンダイク、ここはカットします。オリオル・ロメウ。ここ来ましたよ。スルーパスを狙う。シュート！ゲット！あと1点のところまで詰めてきました。今のゴールですが、中盤で奪ってからの展開でしたね。奪ってからシュートまでの展開が良かったですよね。選手同士でゴールまでのイメージが出てきましたね。さあスペイン、あと1点というところ。いや素晴らしいですよね、流れは来ているのでこのまま同点まで持ち込みたいですよね。はい、テアト、体を張ります。おっとこぼれ球、セルジオ・オリベイラ、カスターニュ、カスターニュへ、ティーレマンス、さあ左サイドへ、渡ればチャンスですがうまく噛み合いませんでした。オリオル・ロメウ、長いボールを入れます。セルジオ・オリベイラ、デイビスへ、デイビスからネイマール、裏へ出るか、カスターニュ、カットに行きます。スペインは2本目のコーナー、守備陣クリアの対応です。スペインとしては今の形良かったですね。これを繰り返せば決定機につなげられますよね。そうですね、残り時間積極的に行きたいですよね。
Substitutions taking place. 勝負のシーン。スペースを使う。さあ抜けた。シュート。手足提言。キーパーこれよく止めましたね。これディフェンスはキーパーに助けられた感じでしょうね。スペイン今のカウンターは危なかったですよね。いい攻撃をしていても相手チームは奪ってからのシュートまでの速さを持ってますからね。常にリスクマネジメントを頭に入れといた方がいいですよね。対応します。このパスを受けてミケル・メリノへ。デブライネからリュケバキオ、レバンドフスキへ、ビージャー、シュート、クルトワ。チャンスのシーンでしたが同点に追いつくことはできませんでした。いや今の止めていなかったら追いつかれているわけですからね。これは今日の試合の中でも一つの大きなポイントになりましたね。スペインは今日3本目のコーナーです。危ないシーンでしたがクリアの対応。積極的なディフェンス。スペインとしてはまだ時間ありますからね。形は作れているのでなんとか1点差し上げたいですよね。シュート、手足提言。いいシュートでした。これを止めたのは大きいですよね。残り時間を考えると決められていたら厳しい状況でしたからね。決定機でしたが簡単にゴールを割らせません。ヘディング。シュートを狙いましたがボールは惜しくも枠の外。チャンスのシーンでした。トルガン・アザール一人で行くのか。残り時間少ないですからね。冷静に対応してしっかり試合を終わらせたいですよね。手元の時計3分を切っている状況。オペンダ、テアト、ベルギー。もう無理にはいきません。これは合いません。ベルギーとしてはそろそろ笛を意識し始める時間帯ですよね。最後しっかり試合を締めたいですよね。スピードアップしたいですよ。ここはビージャー、ここは対応します。ミケル・メリノ、アレクサンダー・アーノルド、オペンダ。手元の時計では残り時間あとわずか。もう時間がありません。アディショナルタイム5分あるようです。スペースに出す。これ仕掛けるか。デブライネ、ラキティッチ、ここで笛。3対2、スペイン激闘を見せましたが1点の差で敗れてしまいました。さて北澤さん、今日のゲーム振り返って何かございますか。スペインとしては中央突破されるシーンが何回もありましたよね。やはりゴール前ではしっかり人数をかけて守備していかないとまた今日のような失点を招きますから、今後に向けての修正ポイントでしょうね。はい、ありがとうございます。